彼女に振られてしまった。死にたい。よりを戻せないだろうか。意味わかんないよ。カナ、この間のことなんだけど。行こう。え、でも千秋が。いいよ、行こう。死にたい。え、なんで別れたの？あいつが変な勢いで初キスしたから。それは千秋が悪いと思うけど、別れちゃっていいの？え、いいよ、あんなやつ。返事も来ない、既読もつかないし、もう送るの予想かな。無視しちゃってるけど、もう許してあげていいかな。別に千秋だって悪気があったわけじゃないし。よし、あと一回返事がなかったら諦めよう。あと一回謝ってきたら許してあげよう。長文ってどうなんだろう、さすがにキモいか。毎日送ってきてくれたくせに、なんで今日は何もないんだよ。早く謝れ、バカ。うん、これが一番だよな。できれば直接謝りたいし。字が来ない。あいつ風呂にも携帯持ってくしな。やっぱ無視だよな、これ。大丈夫、多分また謝ってただろうし、明日また返事すれば。諦めるか。でもこれで千秋が諦めたらどうしよう。大体あんなに無視されたら、諦めるどころか嫌いになってもおかしくないよ。嫌われたくない。ムカつくこともあるけど、私千秋が好き。私の方こそ謝りたい。お願い、治って治って治ってよ。カナ、いつまで入ってんの。うわ、あんた何してんの、裸で。携帯湯船に落とした。そんなもん叩けば治るわよ。ちょっとママ、余計壊れたらどうする。嘘。ママ機械には強いの。ママありがとう。やっぱ諦められねえよ。謝らせてくれよ。まだ諦めないでいてくれた。かな、出てくれ。千秋、もしもし。切られた。なんだよもう。だったらこっちも着拒だよ、バカ。あら、壊れたの。これだから機械は。